高杉雅彦、高杉雅彦、高杉雅彦、1955年6月17日体は日本のプロレスラー。神奈川県平塚市出身。日本大学在学時はアメリカンフットボールの選手として活動。卒業後の1977年5月に国際プロレスに入門。同年9月4日に後楽園ホールでのスネーク天見戦でデビュー。 長らくグレート草津の付き人を務める。国際では、菅原信義や冬木孝道と共に、若手サンバガラスと呼ばれた。1981年に、国際プロレスが解散後、単身メキシコに渡り、メキシコ遠征後の1982年、新日本プロレスで、タイガーマスクがブームだったこと、ウルトラマンが地方巡業で人気だったことから、 全日本プロレスでもテレビ番組のヒーローをモデルにした、覆面レスラーを登場させようと高杉自らが、ジャイアントババに売り込んで帰国後、覆面レスラーのウルトラセブンとして、全日マットに登場をることになった。本人へのインタビューによると、日本テレビから全日本プロレスに出向していた、松根光雄が、つぶらやプロダクションを説得して、正式に許可を得た。とあるが、つぶらやプロからは、 公認したとの広報は一切なく、同社監修本には公認レスラーはウルトラマンドビンのみとされており、高杉セブンは新日のウルトラマンと共に未公認と明記されている。当時ジュニア王者だった大似タアーチ氏の対戦相手として全日本プロレスのリングに上がり、無いインターナショナルジュニアヘビー級王座に挑戦するが敗退。以後、全日本プロレスを主戦場に ジュニア戦線にて活動するが、その後、二代目タイガーマスクが誕生したことで、素顔に戻され、1985年5月に、国際決命軍の唯一の途中加入メンバーとなる。特に目立った活躍もないまま、エキサイティングウォーズ86のシリーズ中である1986年3月2日に、行われた岩手県陸前高田市民体育館、大会、ホナが登る男戦を持って、 カルガリー・ハリケーンズ、スパー・ストロング・マシン、ヒロ・サイト高野俊治と入れ替わるように、合流バやアポロ・スガワラと共に全日を解雇された。なお、解雇前日の3月1日に行われた、秋田県立体育館大会は高杉だけが、カーから外されていた。全日解雇後は、フリーランスとして、全日の前座で様々な謎の覆面レスラーに、奮したり、地元である、 平塚市で行われる試合に、スポット参戦するなど、時折活動していたが、1989年に、上記の、剛、菅原と共に、パイオニア選手を旗揚げし、号に次ぐ、ナンバー2として新日本プロレスに出場し、剛と組長収力佐々木健介組に勝利するが、地味な勝ち方で評価が低く、自主工業において、重心サンダーライガーと対戦するも惨敗。 サンダーライガー戦の際にタイガーマスクの佐山里氏がスーパータイガーに名乗っていたことに習って、高杉もウルトラセブンからスーパーセブンと改名した。その翌年の1990年にパイオニア選手が崩壊、再びフリーランスとして活動する中、1992年にゴーが旗揚げしたオリエンタルプロレスに参加するが、つよしが若手選手たちとのトラブルで、 同団団体体を退陣したにに、より、自動的エースとなるものの、団体は崩壊。1993年にインディ団体の統括組織であるレスリングユニオンに加盟し、いわ、湘南を旗上げ、自主工業のみならず、他の加盟団体にも上がるが、レスリングユニオンが活動を停止するに伴い、1996年に湘南プロレスと解消し、現在も活動している。 湘南プロレス肌上げと同時にリングネームを本名の高杉雅彦から高杉雅彦に改名している。現在は地元の平塚市でトレーニングジムを経営する傍ら、自主工業の他にも時折、インディー団体に出場し、高杉雅彦とウルトラセブン、スーパーセブンから元に戻すのリングネームを使い分けがら小規模ではあるが、活動している。2012年2月、 長男の高杉裕樹がインディー団体ガンコプロレスへ練習生として入団。9月2日、西町深く闘技アリーナにおけるガンコプロレス。第130回は定期戦において、名優、合流馬の弟子である松崎和彦を相手にデビューした。10月7日に行われた西町深く闘技アリーナにおけるガンコプロレス。湘南パイオニアシリーズの第3試合。 合流場メモリアルタッグ待チにおいて、ユキとタッグを組む日本のプロレス史上初の父、息子タッグが実現。松崎和彦、ドラゴン勇気組と対戦し、ユキが松崎のジャンピングネックブリーカードロップからの体がためで負けた。全日本プロレス対談後もウルトラセブンのリングネームを使っていることについては、当時の関係者はすでに亡くなっており、プロレスラーとして、 テレビに登場もしないから大丈夫ではないかとして。る。2013年8月に鶴見五郎が引退したため、唯一の国際プロレス出身現役レスラーとなったアポロス原は引退こそしていないが、長期間レスラー活動をしていない。2017年4月22日、湘南プロレス、高杉雅彦40周年記念試合として、大ネタ志、高杉雅彦。 高杉祐希対将軍敬愛若松、雷神、矢口、松崎和彦が横浜ラジアントホールで開催された。全日本プロレスに出場していた頃、他のレスラーたちとバラエティ番組に出演。その際、正体、国籍不明の謎のマスクマンと紹介されたが、テレビ収録時のトイレで共演したビートたけしに、うーちゃぷい、寒いたけちゃーん、大変だねえと思いきり、 日本語で話しかけ、後に、ギャグのネタにされている。マスクを脱いだら、眉毛が反られていたことがある。当人曰く、最近低迷しているので、ハッタイズム、負けたらすべての毛を剃るを見習って剃ってみたそうだが、真偽のほどは定かではない。W. イングが百九十三年二月三日に、後楽園ホールで行ったにて、ジップシーの引退試合の相手を務めた際、 5分間のエキシビジョン、ジョーが最後、高杉に得意技であるダイビングニードロップを放ってフォールしたが、カウントにでかいして、結局引き分けで試合は終了。この時すでに5分を経過していたのに、ニードロップを見るまでは試合を終わらせられないと時計を止めたゴングを鳴らさなかった。リングに上がる際にロープを掴んだ手が滑り、後方に転倒するという失敗を2回以上している。 一度は、1984年2月23日の、全日本プロレス、倉前国技館大会。当然、観客は失笑。ウルトラセブン時代は全日本における待遇面は、まずまずだったが、国際決命軍時代の待遇面では、国際時代の二年後輩の冬木よりも格下に、扱われ、これが元で、強し、菅原と共に整理解雇要因となったと時に、 国際決命軍メンバーでは、最短在籍メンバー、10ヶ月となってしまった。バイオニア戦士時代、若手のデビュー戦を務めるも、体格差で圧倒され、最後に原爆固めで勝利するも、何年レスラーやってんだ、馬鹿とファンに罵られた経験がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。